テストはフランスの作家アルベール・カミューが書いた小説。出版は1947年。1957年に40歳大前半でノーベル文学賞を受賞したカミューの代表作の一つである。フランツカフカの変身とともに代表的な不条理文学として知られる。カフカの変身は不条理が個人を襲ったことを描いたが、 カミュのペストは不条理が集団を襲ったことを描いた。このペストで描かれる不条理は伝染病のペストである。カミュは中世ヨーロッパで人口の3割以上が死亡したペストを不条理が人間を襲う代表例と考え、自らが生まれ育った北アフリカのフランス領を舞台にしたこの小説を書いた。物語はフランスの植民地であるアルジェリアのオラン氏をペストが 襲い、苦境の中、団結する民衆たちを描き、無慈悲な運命と人間との関係性が問題提起される。医者、市民、よそ者、逃亡者と登場人物たちは様々だが、全員が民衆を襲うペストの脅威に助け合いながら立ち向かう。語り口は個々のセンテンスが複数の意味を内包し、その一つが現象的な意識及び、 人間の条件の愚威である点で、カフカの小説、特に審判に通じるものがあると言われている。カミュのアプローチは非常で、語り手である主人公は自分たちは結局何もコントロールできない、人生の不条理は避けられないという考えを力説する。カミュは不条理に対する人々の様々な反応を例示し、いかに世界が不条理に満ちているかを表した。なお、 この小説は架空のものであり、オラン氏で実際にペストが発生したわけではない。ドキュメンタリー風に描かれている。始まりは理由を階段でつまずかせた一匹の死んだネズミだった。やがて死者が出始め、医師の理由は死因がペストであることに気づく。新聞やラジオがそれを報じ、街はパニックになる。死者の数は増える一方で、最初は楽観的だった。 市当局も対応に追われるようになる。やがて町は外部と完全に遮断される。脱出不可能の状況で市民の精神状態も生活必需品の価格の高騰も相まって懇配していく。一方で富裕な家族はほとんど不自由しない。ペスト対策による実行ある公正さによって市民の間に平等性が強化されそうなものであったのに、 エゴイズムの正常な作用によって逆に人々の心には不平等の感情がますます先鋭化されるに至る。完全無欠なしの平等だけは残されるが誰もこの平等は望まない。ランベールが妻の待つパリに脱出したいというのでコタールが密輸業者を紹介する。コタールは逃亡者で町を出る気はなかった。パヌルー神父はペストの派生は 人々の罪のせいで悔い改めよと説教をする。一方、リウー、タルー、グランは必死に患者の治療を続ける。タルーは志願の保健隊を組織する。ランベールは脱出計画をリウー、タルーに打ち明けるが、彼らは町を離れる気はない。やらねばならない仕事が残っているからだ。リウーの妻も町の外にいて、しかも病気療養中だということを聞かされたランベールは、 考えを改め、理由たちに手伝いを申し出る。少年が苦しみながら死んだ。それも罪のせいだという、パヌルー神父に、理由は抗議する。確かに罪なき者はこの世にはいないのかもしれない。神父のパヌルーも、またペストで死んでしまうのだから。最悪は突然潮が退いたように収束する。人々は、元の生活に戻ってゆく。ランベールは、妻と再会でき。 コタールは警察に逮捕される。流行は過ぎたはずなのに、タルーは病気で死んでしまう。そして、理由は療養中の妻が死んだことを知らされる。市中は、ペスト収束で、あちこちから気鬱の叫びが上がっている。しかし語り手は、ペスト菌は決して消滅することはなく、生き延び、いつか人間に不幸と教訓をもたらすために、どこかの幸福な都市に、彼らを死なせに現れるだろう。 自分はそのことを知っている、と述べて、物語を締めくくる。ありがとうございます。